メリークリスマス。皆さんこんにちは、ゆめみんです。この動画がね、投稿されてる日よりもね、クリスマス終わってるんですけど、 YouTuber としてどうなのってとこあるんですけど、本日は12月25日なので、私たちの今日はね、クリスマスでございます。あーらー、はい、イタントナカイさんです。トくんのね、トナカイさんもあるんですけど、トくんはね、いやらしいので嫌がるのでね、トくんにはやめようと思います。トくん、やる？もう一回やる？はい、トくん、はい、トくん、はい、トくん、トくん、トくん、はい、あんなの、あや、はい、トくんでしょ。やだ、やだの、痛い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 、大丈夫？あ、もうダメだこれ、はい、来い。帽子嫌いなのかな、うちの子たち。みんな帽子かぶってるじゃん。どうやってかぶってんの。うち帽子慣れしてなさすぎてやばいです。ということでですね、本日イタンとトークの枕元にはクリスマスプレゼントがありました。イエーイ。それをね、ご紹介したいと思います。はい、まずね、こちらの和光堂9ヶ月からのクリスマスセットっていうのをね、買ってみたんですけど、なんと中身は、いやね、これね、結構前から買ったんだよね。9ヶ月になったぐらいの時に、こんなのが売ってるんだ、じゃあ買ってみようみたいな感じで買ったんですけど、よく見たらですよ、中身はね、ホットケーキミックスと動物ビスケットです。こちらのイラストにね、ここの部分にさ、ショートケーキがついてるんですよ。ショートケーキが、だからね、あ、じゃあもしかしたらそういうケーキみたいな感じなのかなと思った。ホットケーキミックス、まあ、ホットケーキの型もついてるんですけども、まあそういうもんだよね。そんなさ、たくさんさ、生クリームとかさ、食べられないしさ、まださ、まあ一応2つ買ったんですけど、バシずつあげていこうと思います。では枕元に置いてあったプレゼントをご紹介します。あれだ、サンタさんが来たんだよ。で、サンタさんが届けてくれたんだよ。サンタさんいるよ。サンタさん怖いんですけど。不法侵入者です。わかんないから、この子どっから入ってきたんでしょう、サンタさんは。窓からです。窓らしい。プレゼントください。サンタさんからのプレゼント、こちら。はい、ちょっちょこちょっちょこちょーん、ちょーん、シャキーン。サンタさんからのプレゼント来ました。まあ大きさは全然違うんですけども、一応こっちがイータンで、こっちがトクンです。ほら、はははは、私はこっちよ。あ、トクンはこっちなんだけど、まあまあ、どうせ2人で使うことになると思うんだけれども、じゃあ大人気なイータンの方からにしよう。もうぶっ潰れてるけどね、クリスマスプレゼント。これ私のやん、私のプレゼント。ちょっと待って、私のプレゼント放送してから。いいよね、いた、いっちゃえ、いっちゃえ、いた、いっちゃえ、いっちゃえ、そのままいた、いっちゃえ。楽しそう。私こういうの好きやん。だから最近アフレコしちゃう癖やめた、やめたいんだけど。いいや、じゃあこれ取ってみよう。はい、いた、これ自分のお尻で踏んじゃってるから、こう行って、はい、いけいけいけ、いた、いけ、ドーンって。あ、トク、ちゃんと自分の方に来たよ。それは僕のって、この子たち分かってるんだよ。これだけじゃなくて、言った言葉が伝わってんじゃないかって最近すごい思います。もう伝わってると思うんだよね。ビリッと言って、トクもここやっていいね、ここビリッて、トクトクトク、こっちこっち、あ、トク。お姉ちゃん何やってるか気になる。じゃあイータンの方開けちゃおうか。イータン、ダーン、タッタッタッタン、タラーン、テントです。なんか身に覚えがある気がするんだけど、サンタさんからテントでございました。普通だったらママじゃなくて二人だけだけど、開けます。あ、これいきなりまたふわってなるよね、なんか記憶にあるんだけど。怖いな。いきます。わお、何だろうね、これね、広げるんじゃない。はい、でかい、こんな大きさです。はい、こちらいらっしゃいませって感じで、はい、だって完成です。
4本の支柱があったのでいい感じに入ることができるようです。あ、行けました、いたん行けました。あ、見て、いたんドヤ顔してる。僕も行くって。いたよかったね。あ、もう完全に秘密基地化してる。いいじゃん。よかったね。嬉しそう、嬉しそう。見て、あ、見えなくなる、見えない、見えない、あー、いたー、見えない、見えない、あー、いたー。ほら、入り口は開けとこうじゃ。どうですか、サンタちゃんがくれたね。サンタちゃんがくれた。うれしい、うれしい。今まで見たことないってぐらい顔がキラキラしてドヤ顔してる気がする。よかったね、サンタさんがね、来てくれてね、うん、よかったね、二人の秘密基地だね。もうだって離れないもんね。あ、どこも、よかったね。なかなか楽しそうなので中にね、いろいろと入れていました。私も入っていい？こんにちは。すごい、入れる入れる。はい、三人で入っちゃった。楽しいね、これね。楽しいね、なんだここ、不思議な空間。結構丈夫ですね。あ、楽しいね。やばいな、もうずっとここにいるぞ、これから。待って、ふなちゃんが餌食になるからここダメだ。なんでこの中に入りたがるだろうね。たくん、たくん出てきた。これどこのだよ。来た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 。これも開けてみようか。わいたいし、じゃあママが開ける、板が開ける。ここからビリビリって、はい、板、はい、これビリっていけるよ。はい、ここから、ここから、たくんでもいいよ。ほら、たくん行け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 、ここ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 、トクス、ペロペロしないよ。ここは、ここはビーって言って、は、あ、トクはビービーって言って、あ、いいよ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 。あ、トク、開けてます、開けてます、トク開けてる、開けてる。なんか出てきた、あ、出てきた、あ、出てきた、あ、トク、トク、あ、トク、テントに入っちゃってるけど、はい、あ、わかんない。こちらは、トゥルーン。じゃあカメラに見せようね、こちら、うでん。はい、あ、欲しい欲しい、はい、ごめんね、はい、エール付きの木の車、イエーイ。これにはサンタさんからこれをプレゼントされました。イーターはとりあえず新しいものよ。全部私のようになるのでね。こんな感じでサンタさん来てくれましたね、うちにも。サンタさん、また来年も来てくれるかな。来年も来てくれるかな、ね、はい、そしてそして今回はね、なんとジュージさんとバーバーさんともいらっしゃいました。じゃじゃじゃーん、一旦にはウサちゃん、特にはクマちゃん、なんかなんかだいたいウサちゃんかクマちゃんか、あれはゾウさんだったけどさ、あれはゾウさんだったけどさ、おしゃべりぬいぐるみですかね、これは。こちらもいただきました。こっちはね、おやすみなさいのお友達って書いてあって、ちっちゃな保育士さん、チアフルクマちゃんって書いてある。もうね、おもちゃがね、どんどん増えちゃう。おもちゃぬいぐるみ類がどんどん増えちゃうんですけど、もうね、可愛いから買ってあげたくなっちゃうんですよ。大丈夫、パッケージ開けようとしててか、パッケージぶっ壊し。じゃあこっちも、はい、イータン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 のこっちなんだ、イータン、イータン、イータンさん、イータンさん立ってるけど、それはトク、イータンさん、はい、イータン、イータン、あ、イータン、お、全然視界に入れてくれない。イータン、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 あ、イータン、あ、見た見た見た、イータン来た、イータン来た、イータン来た、イータン、こっちイータンのだよ、ほら、イータン、イータン、あー、いた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 、私の箱の方がいいの、いた、いた、こっちメインでしょ、ほら、た、箱がいいの、箱、はい、ぽい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 、あっ、ね、これすごくて、ほら、これ喋ってんですよ、これ喋るんですよ、いた、いた、はい、あれ、どこ、どこ、どこ、あ、どこ、こっち、どこ、あ、どこ、音楽になってるよ。これどっち止まるの？なんかすごい口動いてるか、口。ほら歌ってんのこれが。
ほらほらほら、口動いてるの。どんどんおもちゃ増えてしまうんですけれども、いいんじゃないかなと思います。反応してる、反応してる、喋る。トウくん、インタン、やばい、これイントロする反応するの、これすごいね、これ名前募集中です。僕の名前を募集してます。インタン、タクン、ユメミン、メリー。結構すごそうな感じですね。ママが楽しんじゃうっていう。そして最後にありすぎ、ありすぎ感あるけれども、こちらママとパパからじゃじゃーん、クリスマスケーキのおもちゃ。じゃあクリスマスケーキってわけじゃないけれども、初めて英語ミッキー&フレンズおしゃべりいっぱいパーティーケーキ。こちらはケーキの形をしたおもちゃです、ざっくり言うと。以上、これはパパとママからということで、まあこんな感じでね、我が家には新たな、グッズが増えましたけれども、クリスマスはねこんな感じでいいじゃないでしょうか。クリスマスプレゼントたくさんあってよかったね。ね、ということでね、皆さんはどんなクリスマスを過ごしたのでしょうか。ぜひね、教えていただけると嬉しいです。それでは、この動画が良ければぜひグッドボタン、チャンネル登録、ツイッター、インスタグラム、ブログのフォロー、サブチャンネルのフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、メリークリスマス。終わっちゃってるけど